めっちゃ意識させちゃったみたいで。いや、俺んちで。今日もすげえ気持ちいい。セフレとはしない。あ？こんなん求めてねえんだよ。アンジャンデ。フェアプレイフェアラバー。バカだバカだとは思ってたけど、俺ら普通に付き合うとかはなし。まさかあそこまでとは。今日会える？ああ、ブロックしとくの忘れてた。この人最近愚痴多くてな。ごめん、今日は無理。そっか、じゃあまた今度誘うね。うん。仕事とか家族の愚痴とか言われても、俺カウンセラーじゃねえんだからさ。やる以外のこと期待されても。いや、別に適当に相槌打ってりゃいいんだけどさ。実際そうしてるし。けど相手のこと知れば知った分だけ自分のこと探られてる気がしてくる。てか、勝手に余計なオプションつけてくんなよっつ。スワ、お前もそうじゃなかったのかよ。女も男も見境なし、すがすがしいほど最低のやりちんバカ。俺はお前のそういうところを買ってたんだぜ。俺ら普通に付き合うとかはなし。全然話が違えじゃん。こんなんもう終わりだよな。オッケー。おいおいおい、散々既読スルーして、それはないんじゃねえの。しかし、喫煙者は喫煙所行きゃ捕まるからいいね。で、今日は？あ？だから空いてんのかって。空いてたってお前にはもう関係ねえだろ。なんで？すっとぼけたいところ蒸し返して悪いけど、俺なしっつったよな。お前は俺と付き合いてえんだろ。俺はそんな気さらさらねえからさ、もうお前とはねえよ。俺はさ、付き合うとかなしって聞いただけで、付き合いてえとは一言も言ってないぜ。はあ？なしならなしでオッケー。こんだけやりまくってんだったらさ、付き合ってるの方が分かりやすいし楽かなと思って言っただけ。ほら、俺その辺の境界バカになってっからさ、ぶっちゃけどっちでもいいわけ。ま、とにかく全然深い意味ねえから、気にせず今まで通り楽しくやろうぜな。はあ、何言ってんだこいつ。バカすぎて思考が追いつかねえ。しかしビビったぜ。俺的にはマジで深い意味なかったのにさ、この前は逃げるように帰るし、既読スルーするわ、ブロックしようとするわ、なんか逆にごめんな。めっちゃ意識させちゃったみたいで。はあ、俺が？ふざけんなよ。あの日お前だって俺が帰るまで放心して一言も喋らなかったじゃねえかよ。結構ダメージ食らってたんじゃねえの。余裕ぶってんじゃねえよ。で、今日どうする？ムカつくな。別にいいけど。うっし、
じゃあ夕方また連絡するわ。今日も俺ん家でいいよな。いや、俺ん家で。でもお前ん家壁薄いからな。俺ん家で。まあいいけど。今日はえらく積極的じゃん。お前悔しいんだろ。こん前あんだけ良くなっちまってさ。はあ？そんなんじゃ。安心しろって。この前俺も死ぬほど良かったし、今日もすげえ気持ちいい。バカ、いらねえってそういうの。やばい、この空気無理。なんだよ、セフレとはしない。あ？こんまいしたじゃん。あれはお前が不意打ちかましてきただけだろ。あっそう。俺なんかに不意打ちかまされるほどちょろいってことね、フミヤちゃんは。なんなんだよこいつ。この前から、前はもっとただただ強引で自分本位だったじゃねえか。それなりにいいけど特別気持ちいいってわけじゃなくて、そういうのが良かったんだよ。ただの遊びって感じで。こっちちゃんと見ろって。その軽さが心地よかったんだよ。じゃねえとまた不意打ち食らわすぞ。こんなん求めてねえんだよ。こんなんマジすぎて遊びになってねえよ。長峰、今日泊まっていい？ダメ。なんで？バイト。今から？もう21時だぜ。夜勤。そっか、わかった。つまんねえ嘘ついた。さっきだってセフレとはしない。するだろ、別にキスくらい。キスしたからって、止めたからって、何が変わるっつんだよ。何が。今日は昨日の今日だぞ。いいじゃん別に。バイト。じゃあ明日、明後日、どっか近いうち。ゲーム系アプリ教えてやろうか。はあ？男に味しめてバカになってんだよお前。男じゃなくてお前に味しめてんだよ。くそ、このバカと話してたら頭おかしくなる。
他の男とやったこともねえくせにわかるかよ。まあそりゃもっともだけど、お前に飽きたら勝手に試すから心配すんなよ。は？なんでお前が飽きるまで付き合ってやんなきゃなんねんだよ。別にそっちも飽きたら遠慮なく言ってくれていいぜ。セフレってそういうもんだろ。失敗した。じゃあ飽きた。はあ？こんなのと関わるんじゃなかった。飽きたからお前とはもうやらねえ。こんなのと関わったから。はあ、よく言うぜ。あんだけよがっといて俺まで。お前さ、本当は怖いんじゃねえの？俺にはまんのが。悪い。おお。何やってんだ俺。せーの、アンジャンテ。アンジャンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。フェアプレイ・フェアラバーは全国の書店・電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。